お金をかけないで集める方法として、今の時代は一番強烈かもしれない。評判で集める、評判で売るというレプテーションマーケティングって手法なんだ。時は令和ビジネス戦国時代。ビジネスの常識をバッサバッサ叩き切るマーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的で今すぐ使える方法をシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、よろしくお願いします。このチャンネルでいろいろ集客のやり方を教えてくださったじゃないですか。はいはい。気になったのが、お金をかけずに集客ってできるのかなと思いまして。まあいろいろやり方あるよね。まあそれこそ、はい、本人がさ、みんなに代わって代わりに路上から人集めてたら無料でできるけどね。僕が路上で人を集めること、うん、まあ今日のノウハウはそれで終わりにしようか。あ、ぜひお願いします会話成り立ってる、成り立ってるな、それ大丈夫それ絶対俺の話聞いてないの、今の。今理解できました。こんなところから始まるの。違う。あの、なんかそういうボケなのかと思ったけど、まあいいや、すごい自然すぎて俺も流すとこやった、まあ、はい、ということで、ね、まあ、今回のテーマは無料できる集客方法。はい。まあおそらくね、このチャンネルを見てる方はね、いろんな経営者さんとかこれから起業するって方いろいろいると思いますが、まあその中でもですね、やっぱ集客っていうのは、まあ、原則で言うとお金をかけてやるもの、うん、もうこれ基本なんですね。まあその一番はやっぱ広告をかけたり PR をかけていって、予算をかけてそれ以上のリターンを獲得していく、まあ、これがまあ原則原理なんですよ、マーケティングにおいて、ビジネスにおいては。とはいえですね、まあ、予算が乏しいとか、はい、もしくはまあ無料でね、できる集客ないんですかとか、で予算があったとしても、これちなみに無料でできる集客ってやった方がいい。あ、そうなんですか。まあそりゃそうだよ。あの、集客ってもちろん原則はお金をかけることなんだけども、はい、お金をかけないで人が集まるんだったらそれはいいでしょ。もうそうですね。なんだけど、はい、この本質で言うと、集客っていうのはそもそもお金をかけなくても来るような状態かどうかがポイントだ。状態ですか。そう、例えばよくやってるのはコンセプトメイキング、はい、ね、商品とかのパッケージ戦略、まあ、こういったそもそもお金をかけたらめちゃくちゃ来るよねっていう状態、言い方を変えると、お金をかけなくてもお客様が来るっていう人がお金をかけたら集まるよ、当たり前だよね、はい、なんだけども、うちはね、そもそもコンセプトなんか作れないんですよ、集客とかってお金をかける予算もないんですよっていう方、お金かけなくても集まる状態になったらすごくない？そうですが、なんか難しいイメージが。難しくありませんね、めちゃくちゃ簡単。今日はね、じゃあ無料でできる集客方法を皆さんに7個紹介したいと思います。そんなにあるんですか。そう、過去にもですね、集客方法73選という動画を撮ったんで、集客が全くわからないって方はですね、まあ、概要欄にも載せておきますから、集客方法73選を見ていただきたいんですけども、ではね、今日はその中でも無料できる集客方法をさらに深掘りをして話をしていこうかなと。はい。じゃあホイミン君、無料できる集客方法何があると。無料でできるってなんか SNS とかですか。はい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 。まあ大体みんなね、無料でできるって聞いたら何をやるんですかって言うと SNS を指すんね。 X、YouTube、Instagram、TikTok ね、いろんなものがあるんですけども、今日はね、そんな話をしようと思ってないんだ、はあ、っていうのも、まあ大体 SNS とかブログやりましょうっていう単純な話をね、みんな考えるんだけども、ただ SNS の問題点っていうのは、フォロワーが上がっていかないと効果がなかなか乏しかったりという問題もあったりするんでしょ、はい、今日皆さんに教えたい話は一体何かというとですね、はい、最初に理解すること、それは単純な方法で無料で集めるっていう単純な手法と、キャンペーンを使った方法の2つを学んでほしいんですよ。はい。え、でも劉先生、キャンペーンって何ですか。ああ、オッケーオッケー。まあそこを説明していくね、はい。まあ、キャンペーンってすっごい効果的で、まあ、要はゼロベースでも集客ができる、まあ、そのためにはまずキャンペーン学ばなきゃいけない。だけどキャンペーンってよく分かりませんって人多いと思うんでね。キャンペーンの効果がいかに素晴らしいかっていう実例でいくと、はい、このバーガーキングがやったワッパーサクリファイスっていうキャンペーン知ってる？あ、知らないです。これね、すごい面白いんだよ。バーガーキングがね、昔やったんだけども、Facebook の友達を10人犠牲にすることで、無料でワッパーバーガーを提供するってキャンペーンやったの。何すかそれ。だから友達を10人解除したら、ハンバーガーあげますって言ったの。ほんとっすか。すぐ解除するでしょ。もう俺は本人がもうすぐ、もう即座、もう、なんだったらもう削除してブロックするよ、そんなの。っていうぐらい、これね、Facebook のアプリケーションでやったんだけど、数日間で6万回近くインストールされて、しかも発送されたワッパークーポンってね、このハンバーガー交換しますよってクーポンが2万枚。さらには、そこで削除された友達の数20万人。ちょっと待って、悲しくないですか、それ。いや、すごいね。これちょっと後で詳しく説明するんだけど、はい、キャンペーンって何ですかっていうと、今あるリソースを使って、爆発的に売り上げと集客を上げるっていう方法。まあ、これいわゆるキャンペーンっていうの。とはいえ、キャンペーンでもね、今みたいな、いや、うちはそんなね、バーガーキングみたいな戦略できないですよと思ってる方もいると思うから、まず通常のキャンペーンからいこうか。はい。じゃあ、通常
のキャンペーン、じゃあキャンペーン理解できない方はね、よく聞いていただきたいんですけど、通常キャンペーンは10ステップでまず作れるんです。10ステップ。そう。で、今から言う10ステップ、全部必ずしも理解する必要ない。まず、この動画で掴んでいただきたいことは、流れだけ掴んでほしいの。あ、こんな流れでお客様っていうのは商品買うんだ、集客できるんだっていう、キャンペーンとは一体何なのかっていうことを、ね、理解してもらいたい。じゃあ、早速やっていくんだけども、キャンペーンね、何か今のリソースとか使って爆発的に売り上げ上げてきますよってなった時に、まず一番最初にやる、一つ目、ステップ1、はい、これゴール設定ですね。ゴール設定。まあ当たり前なんだけども、まあそもそも目的が一体何なのか、ね、集客なのか、ユーザー獲得なのか、それとも自分たちの商品を販売したいのか、まあいろんな目的があると思うけども、最終ゴールは一体何なのかを決める。まあ大抵の方はね、まあ売り上げ上がればいいやとか、まあそういうことを考えると思うんですけども、まあ初心者はね、まあ、売り上げを上げるまでの動線とか流れがわからないんだったら集客だけでもいいと思うよ、うん、お客様が来ればなんとかなるでしょ、はい、これ結構マジな話で、うん、マーケティングってさ、いろいろやらなきゃいけないことあるんだけども、単純に考えると、まずお客様が来たら集客第一主義、お客様が来たらなんとかなるんじゃないっていう考え方の方が中小企業とかの方はすごくいいと思う、うん、でお客様が来たら、じゃあ売り上げ上げるためにはじゃあどうするんだって、マネタイズのやり方とかをまた別の項目で考えるんだけど、まあでもさ、飲食店を仮にやってたとしてね、ラーメンやってますと、まず来たらたとえラーメンがまずくてもなんとか売れるでしょ、なんとか、はい、なんとなくなんとか売り上げ立ちそうなイメージでしょ、イメージつってます。だから私がよく言ってるのは、迷ったら集客第一主義でいいですよって話をする。なのでゴール設定として、もし迷ったらですね、とにかくね、ユーザーの獲得とか集客とかってだけ考えればいいと思うよ。でその時に、じゃあステップ2、まあこれ非常にシンプルなんですけども、予算と媒体選定っていうのがあるね、まあ、予算っていうのはそもそもお金かけるかかけないか、はい、ね、お金がないって方はかけられなくても別に問題ない。じゃあお金をかけるって場合は広告を使うのか使わないのかね。で媒体選定っていうのは一体何かというと、どこで紹介するんですかと、ね、例えばメールアドレスとか、まあ、メルマが発行してますとか LINE を取ってますっていうんだったらば、 LINE とかメールアドレスでもいいし SNS でもいいし、そんなものも何もありませんっていうんだったらば、どこからね、それこそポータルサイトで掲載していくのか、それとも人をね、まあ、協力してもらって口コミ戦略でキャンペーンやっていくのか、まあ、何でもいいんだけども、どこで紹介する予定なのか、どこで広げていく予定なのかを決める。でこっからがマーケティング的な話になるんだよ。この1と2っていうのはなんとなくイメージつくじゃん。ゴール何にするんですか、どこで紹介するつもりなんですか、はい、まあ、ここまではなんとなくイメージつくと思う。ここから始まるステップ3がマーケティングにかかる話ね。じゃあステップ3っていうのは一体何かというと、事前アンケートの種まきっていうのが必要だから。事前アンケート、そう、あらゆるキャンペーン、どのキャンペーンをやるにしても、まず一番最初に考えなきゃいけないのは、やる前にそれがハマるかどうかを調べてくださいと。みんなさ、何でもそう、チラシでもそのチラシを巻いたりとか、友達紹介キャンペーンとか、まあ、いろいろあるじゃん、はい、やってしまって考えるっていうタイプの経営者めちゃくちゃ多いよね、うん、だけどもマーケッターはまず最初にやるのはですね、このキャンペーン果たして本当にみんな求めてるんだろうかっていうことをリサーチをするんですよ。でリサーチの方法としては一番簡単なのがアンケートを出してみる、はい、まあ、シンプルに言おう、まあ、ホイニン君が化粧水を販売したいとするよね、はい、化粧水を販売したいとなった時に、もうシンプルに、じゃあその化粧水が売れるかどうか分かりますかって話。分かんないです。お、すごいじゃん、自信ありげに、もうめちゃくちゃ自信満々で分かんないですけれどもこれすごく正しい答えで、結構よくあるのがね、経営者さんたちって自分たちの作った商品サービスが売れると思ってしまう、うん、だけどそれって正直言いますね、やらなければわからない、これが答えなんですよ。やる前からうちの商品サービスはものすごくこれは素晴らしいから売れるに違いないって思ってる経営者はすごく能天気な経営者だと私は思ってるんですね。まず売れるかどうかを判断するためにアンケートを出しましょうが原則原理だ。じゃあどんなアンケートですかっていうと、すごくシンプルな質問でいいと思う。こんな化粧水があったらあなたは買いますか。めっちゃ簡単でしょ。めっちゃ簡単。ラーメン屋さんだったらこんなラーメンができたらみんな喜びますか、買いますか、うん、非常にシンプルでしょ。はい、そもそもそれって興味があるんですかっていうことを事前にアンケートを出す。これは商品開発をするときにも必ず使うのね、うん、みんな商品をさ作った後に頑張ってなんとか売ろうとする。うちに来る相談めっちゃ多いじゃん、はい、こんな商品作ったんですけど全然売れません、リュウ先生だったらどうしますか。いや知らねえよってなっちゃうねそんな売れない商品をじゃあどうやって売れるようにするのか、まあ実際いろいろ手こいにして頑張るんだけども、一番いいのはやる前から売れる商品を作るのが一番早いわけじゃん、うん、でなってきたら、まあこれはシンプルにアンケートを出して興味を持ってるか持ってないかをリサーチする。興味を持ってるお客様が多いんだったらばその商品を作る、あるいはキャンペーンをやるって方が早いんだよ。アンケートを取りましたと、じゃあステップ4何やるんですかって予告をする。まあ先ほどの化粧水で言うと、はい、この化粧水いよいよ出していきますと。この予告っていうのは、まあ、例えば6月3日にこの化粧水を出していきますっていう風に予告を出しておく。ちなみになんで予告を出さなければいけないと思う。
知られてないからとかそういうこと。お、素晴らしい。今日本人君、ちょっといつもの30倍ぐらい頭いい。今日、びっくりした。ほとんどのね、こう、商品が売れないっていう理由の大半がみんな知らないから。その商品サービスの存在も知らなければ、そんなものが発売されることも知らなくて、はい、いきなり出しました。いきなり EC サイト作りました。いきなり販売します。売れるわけがない。だからまず知ってもらうことが重要になってくるんだよ。ってなってくると、じゃあ予告が大切だよねって話になってくる。予告は基本的にはいつ発売するのか。まずこれは必要だよね。何月何日に発売しますと。で、内容を書いておく。で、とても大切な概念としては、予告を出す理由はたった1個。準備をさせる。これだけ。買う人の準備をさせるとか。そう。例えば、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、すごく人気のゲームですよね。はい。この2つとも共通してるのは、発売に行ってませんかと。おー、まあ、ゲームに限らずなんだけども、はい、まあ、映画にしてもいついつ公開って言いますよね、うん、それがある日突然、ね、東宝シネマズで、はい、今日ゴジラ対キングコング出ました。いや、そんなことないんだよ。必ずいつ公開かっていうのがあって、予告がね、はい、なんだったらば映画でも予告出るでしょ、うん、もういつオープンだ、いつ公開だって言われるでしょ、はい、それでみんなの中に、ああ来月ぐらいにゴジラ対キングコングがあるんだっていう認識になってから初めて準備をする。心のそのために予告が必要なんですねって話をする。だけども、じゃあ予告をしました。じゃあ予告をしたから、あと発売日にそのまま商品を販売しましょうとはならないんだよ。なぜかというと、人っていうのはすぐ忘れてしまう。ね。発売日が分かりました。ふーん、なるほど。楽しみだな、までは行くかもしれないけども、じゃあ発売日までに人っていろんな情報が入ってくるでしょ？はい。まあ彼女とか彼氏とのデートであったりとかね、お子さんのプレゼントを買ったりとかね、もしくは仕事でバタバタしてたりとか、いろんなことで人は忘れてしまうわけ。なのでその忘れていたものを思い出してあげなければいけないと同時に、一番最初の段階で一気に熱量を上げなきゃいけない。これめちゃめちゃ重要。この一気に最初の段階で熱量を上げることをマーケティング的には初動戦略と言います。初動戦略、基本的にほとんどの商品とかでじわじわと売り上げが上がるってことはまずないと思っていいよ、うん、じわじわ上がることはまずない、はい、基本的に商品っていうのは一気に最初爆発して、爆発した後に口コミが発生する。特に今の時代なんかみんなレビューを書いていく、レビューを書いてお客様の声が広がって、そのまま噂で広がっていくっていうのが今のこの時代のマーケティング、うん、ってことは一番最初にお客様が全然いませんでした、商品申し込みしませんでした、はい、誰もお客様の声レビューを書いてないってなってきたら、いつまで経ってもその商品広がらなくない？そういうことになるんですね。そう、例えばラーメン店で考えたらいいじゃん、はい、あそこのラーメン美味しいよって噂が広まったら行くでしょ。そうですね、行きます。でも誰も噂しなかったらやっぱ行かないよね。いや、もう行かないですね。当たり前なんだけども、当たり前である一番最初に口コミを発生してくれるお客様、つまり最初にわっとお客様を集めて一気に人気っぽいものを作っていくというこの初動戦略をやってるかどうかっていうのはめちゃくちゃ重要になってくる。ってなってくると、じゃあ何が必要か。ステップ5、初動戦略として先行特典を作る必要がある。先行特典、そう、これめっちゃ重要な概念なんで、この動画を見てる方も本人君も知ってほしいんだけど、まず一番最初にお客様が集まればとにかく話題になりやすい。とにかくその予定の日にどれだけ集めるかが重要なの。映画で考えて、はい、映画ってさ、興行収益ナンバーワンとか、はい、全米ナンバーワンとかいいでしょ、はいはい、でもあれってさ、ナンバーワン多くない？確かに多いです。右見ても左向いても全米ナンバーワン、全米ナンバーワン、全米ナンバーワンとかあるでしょ、はい、あれなんで全米ナンバーワンなのかというと、集計してるタイミングが 2,3 日しかない。はあ、なるほど。この 2,3 日間の間に来たお客様の人数はナンバーワン、うんうん、でもまた日付が変わってったら次々新しい映画が出てきて、はい、その時はナンバーワンじゃないかもしれない。だけどもたびたびね、話をしてるんですけども、売れる商品っていうのは原則的にやはり何かしらナンバーワンであったりとか、売れてるっていう状況をみんなに告知してるのね。人は簡単で、売れてる商品は買う、売れてない商品は警戒する。めっちゃわかりやすいでしょ、はい、だったらば売れてるっていう証明を作った方がいいに決まってるじゃん。そのために最初に人がたくさん集まって売れてます、うちの商品はという、こういった証明を作る必要があるのね、うん、とは言っても何度も言うように、なかなか人っていうのは忘れていくし、最初の商品って買わなかったりするから、はい、その証明を作るためにまず一番最初のお客様は何が何でも来てほしい、うん、ということで一番最初に来てくれたらプレゼントをあげるっていう特典戦略ってのがある。プレゼントですか？そう、これが先行特典。例えばね、まあ、じゃあ6月3日に発売をしますと、6月3日の日から3日間だけ買ってくれた方には追加でプレゼントあげますっていう戦略になる、うん、映画ってよくこれ使われてるんだよね。例えば映画館で最初に見た人は先行で1万名にはクリアファイルをプレゼントしますとか、
ああ確かに。なんとなくあるでしょ。もらったことあります。なんとなくあるでしょ、はい、もらったこともね、うん、実際映画でも使われてるし、これは基本のマーケティングなんです。一番最初に見てくれた人にはプレゼントがついている、うん、ただそのプレゼント欲しいから行きましょうっていう話、はい、プレゼントってどういうのがいいんですか。いや何でもいい、正直なところで言うと、さっき言ったクリアファイルでもいいし、うん、まあこれが無形のビジネスやってる人だったらば無形の特典、音声ファイルとか動画ファイルでもいいし、くら寿司とかでチーカーとコラボレーションした時あるんだけども、はい、その時はチーカーノートをプレゼントしていた。だからチーカーファンとかは我真っ先に行ってもうすぐにくら寿司だっていう状況が生まれたわけ、うん、だから何でもいいんだよね、プレゼントってのは極端なし、まあ、何でもいいんだったらじゃあ僕のうんこでもあげましょうかっていうね、まあ本人とそういうこと考えてると思うから、そういうのと違うよ。ちゃんとお客様が欲しいと思うのよ、うんうん、まあ、これもらったら嬉しいなって思う。あんまりコストはかけなくていいし、下手したら無形のね PDF でも音声でも動画でもいいんだけども、とにかく何かプレゼントがあった方が最初の動きは作りやすいってことだ、うん、でそしてその後6番目重要になってくるのがこの先行特典の締め切り。締め切りこれはマーケティングにおいてキャンペーンにおいてものすごく強い要素なんですよ、うん、締め切りというあの人はなぜ申し込みをするのか。簡単です。もう手に入らないと思うから、うん、その商品が手に入らないと思ったら殺到するんだよね。ホイミン君もなんかそういう経験ない？残りあと1個ですって言われたらさ、すぐにボタン押します、ね、やばいやばいってなるから、はい、まあ、別に欲しいかどうかってのはなんかまあどちらでもっていうふうに悩んでたお客様が、どっちでもないってお客様が残り1個ですって言われた瞬間に急にやばいってなって申し込みをする、ボタンを押す、そういうことがこの世界ではよく起きるんですね。ということは締め切り戦略は最強だってこの段階で覚えてほしいんです。キャンペーンにおいて一番力を発揮するのは締め切りです。そして重要なのが締め切りの数。数。締め切りをつければつけるほどお客様はすごく動いてきます。と同時に締め切りの数が多くなってくると、そのたんびにみんな申し込みが上がってくる、うん、これめっちゃ簡単なマーケティングです。締め切りがいっぱいあればあるほど、はい、とにかく申し込み率が上がるって覚えてほしい。ほうでなってきたら、でも締め切りって何を締め切りすればいいんだってみんな思うでしょ。思いました。なのでまず一番最初にやる締め切りっていうのは先行特典の締め切り。非常にシンプル。まず得点がなくなるからみんな申し込みしてくれで上がるわけ、うん、はい、まあ、そういった形でまず得点がなくなるからみんな集まりますよ、うん、いう状態が生まれたら、まあ、とにかく殺到するでしょ、はい、でこの次に何やるか。ステップ7、ね、申し込み者数が増えてきました、うん、一番最初にわっと人が集まってきた。ステップ7は何かというと参加者の声を出していく。参加者の声、そう、例えば映画だったらこの映画は素晴らしかったであったりとか、うん、ラーメンだったらこのラーメン美味しかったってお客様の声を取っていく、うん、しかも先行得点も素晴らしかった、最高だった、僕らは真っ先に参加ができてよかったよっていう声を取るわけ。あ、確かに映画とかでもそういうのよくありますよね。試写会とかだってあるんでしょ。ありますね。で試写会の声とか流さない？あの映画めちゃくちゃ感動した、最高だったとかみんな言うでしょ、はい、あれ何のために流してるのっていうと、最高だったっていう評判を見て、みんなその評判を見て評判で行くの。これがマーケティング的な話をすると、まあ我々マーケティング司会の時によくやるのは評判を作り評判で売るというやり方。これちょっと後で説明するね、はい、すごく重要なマーケティング、評判を作り評判で売るということができればあらゆるビジネスにおいてものすごい売り上げ上がるんだよ。だけどみんなやってないから、この評判を作り評判で売るっていうね。でここで皆さん覚えてほしいのは、もう簡単に言いますね、お客様の声、レビューを集めておいてください。これだけです、ステップ7では、うん、それだったらね、一番最初にね来た人たちに感想を書いてもらうだけだからそんなに難しくない。はい、じゃあ次ステップ8ね。はい、ここで出てくるのが一体何かというと、価格を値上げしますって話をする。値上げですか。値上げ、まあ、値上げの代わりに、まあ、別のパターンで言うと得点を減らすでもいい。さっき先行得点の話をしたけども、先行得点も必ずしも1個じゃなくても OK で、これが2個、3個、4個、5個でもいい。で、期間が来たらこの先行得点の1つ目は締め切ってなくなりますと。で、2つ目は締め切ってなくなります、3つ目は締め切ってなくなりますっていう風に、そういう締め切りをいっぱい作るっていうマーケティングをよくやっていく。だけど、まあ、すごい単純な話としてはもう値上げしますと。使える業界と使えない業界があると思うので、このステップ10までの話でね、使えないものを省いてもらってもいいんですよ。大まかな流れだけ使ってもらったら OK ね、まあ、よくやる戦略として値上げ戦略がやるよねと、まあ、先行申し込みしてくれた人は1000円ですと。ただし期間が過ぎてると次はね1300円値上げしますよと、まあ、例えばさっきね、じゃあ6月3日にじゃあ商品を販売しますと、で先行特典はまあ6月6日になくなりますと、次6月10日になったら値上げしますっていうのをまた言うの、もしくはまた得点がなくなりますってことになる。はい。でなると答えは簡単。ステップ8。ね。値上げ直前ですって値上げの締め切りをするわけ。いよいよ明日になったら値段が上がります。もしくはいよいよ明日になったら先行得点その2がなくなります。だから今申し込みしたらいいんじゃないですかってまた締め切りがあるわけ。
すごいでしょ。何度も何度も締め切りがあるわけ。さっきも言ったけども、この締め切りの数が多ければ多いほどどんどん反応があって申し込みが上がってくるのね、うん、ってことはステップ10、さあこれは何の締め切りか、そろそろ予想がつきますね。どうぞ。ホイミン君、ちょっと待ってください。ここまでの流れで分かるでしょ。締め切りっすよね。そう、ふんどしを締めるとか。ふんどしを締める、あの前そういうのボケいらないんだよね。あのびっくりした、今多分聞いてるリスナーも驚き桃の木山椒の木だったと思う今ね。あのそういう締め切りじゃない、もう最後のね、もう10番目の締め切りは一体何かというと販売停止の締め切りなんですよ。いよいよこの商品は売り切れますよとか、もう販売しませんよっていう、この販売停止の締め切りがめちゃくちゃ強い。要はもう絶対的に手に入らなくなるわけでしょ、はい、だからほとんどの、まあ、さっきの映画もそうなんだけども、よくテストでやるときは一定期間だけ販売をしてテストマーケットするときもある。例えばラーメンだったらば、この商品本当に売れるのかどうかわからないから、その売れるかどうかを判断するためにキャンペーンを仕掛けるってこともよくあるわけ。1週間限定キャンペーンとかね、一点商品を締め切ることによってめちゃくちゃ売れるから、これすごい効果的な。まあもちろん業界によっては商品をずっとこう紹介し続けるものもあると思うんだけども、まあもしそれを一時的な停止でもいいから、一回もうここで打ち切りますっていうマーケティングかけた瞬間にめちゃくちゃ申し込みが来る。でそれですごい殺到して、でもうちの商品はずっと販売していきたいんですけどってなったら、再販っていう戦略やるね、うん、あの幻のラーメン、1週間限定でしか出てなかった、ま、ラーメンがまた復刻して発売されることになりました、はい、そしたらまた申し込むでしょ。僕復刻版大好きです。復刻版大好き、例えば、はい、例えばビックリマンチョコとかです。あー、はい、じゃあ次行きましょう。はい、なるほどね。まあ、本人はビックリマンチョコが好きというですね、まあ小ネタもちょこちょこ挟んでいい。マジで本当どうでもいい情報やんですね。絶対リスナー興味ない話をしてるけど、まあいいや、じゃあ行きましょう。ということで販売停止っていうのが一番最強だし、これはキャンペーンにおいてもまあ皆さんで使いやすい戦略なんで使ってくださいって話で、ここまでが王道の、まあ、一般的なキャンペーンだ、うん、じゃあ次に紹介するのが挑戦的なキャンペーンだよ。挑戦的なキャンペーン、挑戦的なキャンペーン、王道のキャンペーンではなく、もう一気にバズって一気に売り上げを作っていく、まあ、予算をかけなくても作っていくような挑戦的なキャンペーン、これを通称ゲリラマーケティングという話をする。ゲリラマーケティングについては後でも少し説明をするんですけども、過去の動画でもゲリラマーケティングについてだけ紹介した回がありますので、もしねこの動画を見て、あ、そんなやり方があるんだって思った方はですね、後で概要欄からゲリラマーケティングの動画ありますから、そちらも見てください。じゃあちょっとこの挑戦的なキャンペーンの例をいきましょうか。それこそ冒頭で説明をしたワッパーサクリファイスっていう、バーガーキングがやった友達10人を犠牲にすることで無料でワッパーバーガーを提供するってキャンペーン、これはすごい挑戦的でしょ。めちゃめちゃ挑戦的、今までにない特殊なキャンペーンじゃん。はい、でさっきも言った通り、このワッパーサクリファイスキャンペーンっていうものは Facebook のアプリケーションでやったんだけども、6万回以上インストールされて、そしてクーポンは2万枚、そして20万人を超えるだけの友達が搾取されるということが起きましたと、はい、ね。まあ、結局ね、友達10人削除したら参加者が無料でワッパーバーガーを獲得できるから、みんなどん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 友達を削除していったんだよね。でキャンペーンの影響としてはね、まあ、話題性はすっごい抜群だった。かなり挑戦的なアイディアと挑戦的なキャンペーンだから、ソーシャルメディア上で友情と商品を交換するのかよみたいなことで、もう賛否両論が巻き上がったんだよ。まあ起きそうだよねこれですね普通に、はい、ね。まあ、当然ながら批判もたくさんあってね、しかも Facebook はこのキャンペーンっていうのはプラットフォームの利用規約に違反するっていうふうに判断してキャンペーン終了させたんだよ、うん、なんだけども Facebook が実際このキャンペーンを終了させたことによってワッパーサクリファイスの方が犠牲になってしまったと。友達じゃなくてこのバーガーキングのキャンペーンの方が犠牲になっちゃったよってことで、さらにキャンペーンの話題性が高まるという結果になったんだよねめちゃくちゃ面白くない？面白いです。そうで、今言ったものが何ですかって言ったら、これがゲリラマーケティングという手法になるわけ。まあ、詳しくはこのゲリラマーケティングは、まあ、過去にも動画撮ったのでぜひ見ていただきたいんですけども、まあ、この動画から見てる人もいると思うんで、ゲリラマーケティングってそもそも一体何なのかっていうのをちょっとだけ説明していくと、ゲリラマーケティングって本質はね、低コストでこれまでのやり方にとらわれない方法でたくさんの人に知ってもらうためのマーケティング手法。みんな限られた予算があるわけでしょ。お金がないっていう中でサプライズのような自由な発想で人々の注目を集める、通称別名ね、別名サプライズマーケティングとも言われるわけ。ってことは、まあ、今回のこのワッパーサクリファイスっていうのは実際ね、まあ、バーガーを送るから予算がかかったと思うけども、通常は予算をかけなくても拡散されたりするわけ。
まあ、簡単な例とかで言うと、なんか例えばね、ラッピング技術を利用して電車の目立った広告をやるとかね。昔あの釣り革の広告で釣り革にさ、手突っ込んだ時計みたいに見えるっていうやつもあったよ。他にもプロジェクトマッピング広告とかフラッシュモブとかストリートアートとかいろいろあるんだけども、まあそもそもなんで人っていうのは噂を広めていくのかね。このゲリラマーケティング、サプライズマーケティング、サプライズっていうのはものすごい噂が広まる。なぜ噂が広まるかっていうと、非常に簡単な理屈で、人っていうのは何かを聞いたり見たりしてびっくりした時に人に伝えたいっていう欲望がある、うん、この背景には、まあ、何か予想外のことが起きてるかどうかってことがある。予想外、そう、ビジネスマーケティングにおいて重要なのはですね、この予想外っていうのはね、期待値ギャップって言われるんですよ。人は何か商品を買う時に必ず期待してるものがある、はい、例えばこのハンバーガーだったらこのぐらいの味だよな、この映画だったらばこれぐらいの面白さだよなっていうのを予想していくでしょ、はい。でその予想を裏切った時に人は口コミを発生する。例えばハンバーガー、まあだいたいねマクドナルドと同じぐらいの味なのかな、見た目もそうだしな、食べてみよう、もぐ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 、あれマクドナルドの100倍うまいってなったら噂広まるでしょ。確かに、値段同じぐらいなのにマクドナルドさんの100倍おいしいってなったら噂広まるでしょ。広まりますね。というふうに人っていうのは予想を裏切られた瞬間に口コミ発生する。でじゃあこの予想を裏切るってのは一体何かという話をすると、一番すごいやりやすいやり方としては、まあ一つ目が予想してないタイミングで提供する。これ噂広がりやすい。さっきサプライズって話をしたんだよ、はい。サプライズってさ、なんでサプライズっていうのか分かる？サプライズ、なんか驚きがあるから。まあそうなんだけど、はい、でもそもそも予想してなかったタイミングで行われることが多くない？確かに。例えば、はい、だ誕生日とかのサプライズ。ね、誕生日当日、ホイミングがそわそわしてます。今日は僕の誕生日だからみんながお祝いしてくれるに違いない、僕にいっぱいお金でも恵んでくれとボイミンが思ってるのするでしょ。はい、思いますね。だけども、いや思うんかいお金くれると、はい、まあいいでしょうね、そうやって思ってるとして、でも誕生日ね、23時59分経っても誰も何も言いませんと、あれ僕の誕生日みんな忘れてるんじゃないのと思った瞬間に急にハッピーバースデーの音楽かかったら、はい、ちょっとびっくりするじゃん。確かに。え、みんな覚えてくれたんだ、ありがとう、もう俺の誕生日は終わってしまうんだと思ったタイミングで言われたら嬉しいよね。めちゃめちゃ嬉しい。そういう風にサプライズの手法、ゲリラマーケティングの手法としては予想してないタイミングっていうのがまず一つある。これってさっき の, あの発売日とかそういうのを予告するのとは違う？全く逆だね、うん、さっきの予告とかをやるっていうのはあれは通常キャンペーン、うん、あれは王道なんだけど、今回は挑戦的なキャンペーンだね。挑戦的なキャンペーンの、まあ、すごい分かりやすいところはもうさっきの通常キャンペーンの真逆と言ってもいいかもしれない、うん、だから一つがタイミングが全然違ったりする、はい、予想しないタイミングで予想しないことが起きる、うん、はい。で二つ目ね、今もうほぼ答え言ったけども、予想しないタイミングで予想しないことが起きてるかどうか。例えば展開とか、え、これってなんでこうなってんのっていう予想を裏切る行為とも言うよね、うん、それこそ予想を裏切る行為っていうのは言い方を変えたら、本人たちが予想していることと真逆をやるとか、予想してて世の中の常識だと思ってる常識外のことをやったりするって話なんだけども、まあ、ちょっと分かりにくいと思うから例でいくね、まあ、有名なので言うとティスキエビールのドアノムって聞いたことある？初めて聞きました。絶対嘘なんだけど、ホイミン君前一緒にやったからね、これはね、ディスキエビールのドアノブについては、はい、まあホイミン君は忘れてるみたいなので、まあ、初めての、ね、リスナーの方にも説明すると、ポーランドのディスキエビールのエントランスのドアノブを普通のドアノブじゃなくしたのまず。そうでしたっけ、はい、普通だったらさ、じゃあ例えばそういったね、じゃあエントランスのドアノブって普通のこう、はい、よく見るドアノブでしょ。そうですね、棒ですね。でもさ、はい、このディスキエビールって、まあ、ビールを販売してたりするわけじゃない、うん、ってことはドアノブがビールのジョッキになっていた。何これビールのジョッキやん、すごーみたいな感じで、はい、それで一気に噂が広がっていく、はいはいはい、これも一つの自分の予想を裏切る行為でしょ。なんか写真撮りたくなりますね。そう、実際の写真はこちらです。面白くない？これ面白いですね。よく見たらただ写真貼り付けて、ただのドアノブにビールの写真貼ってるだけなんだけど、めちゃくちゃ低コストだけど、これで一気に SNS でバズって人が殺到するってことが起きる。というふうに人々が考えてる通常のね、おそらくこうなんだろうっていう予想と真逆のことであったり、こうなんだろうと思っても見なかったことをちょっとエッセンスを入れるだけでたちまち話題になって、これがゲリラマーケティング。今回は、まあ、このゲリラマーケティングでは深掘りはしてないので、より詳しくね知りたい方は過去のゲリラマーケティングを解説した動画があるから、それをね概要欄から見ていただければと思います。というふうにまず一つ目の戦略として、お金を使わないで売り上げ上げていくって話はもう結論ゲリラマーケティング、もう分かりやすいよね。
ゲリラマーケティングとかすごい面白いなと思ったんですけども、うん、なんか龍先生みたいにアイデア全然出ないんですよね。なるほど、はい、すぐ使えてこう簡単にできるようなとか、うん、ものとかってあったりしますか。あ、なるほど、すぐ使って簡単にできてアイデアも不要で、はい、お金もかけないようなそれで集客できてしまう方法を君は知りたいと。はい、はい、大丈夫です。今日のテーマは無料でお客様を集めるというテーマなんで、しかも全部7個あるからね、はい、まあ今言ったらもう1個よ、アイデアを使ってやっていきましょうって話、キャンペーンの話とアイデアを使う話でしょ。2つ目はアイディア不要です。アイディア不要です。もうね、バカでもできるこれは、はい、本当に簡単なんで。では2つ目の方法、それは一体何かというと発掘お宝大作戦。なんで、いや本当にマジで、いや本当なんだ、発掘ホリコリ大作戦。子供番組が始まったんですか。いや始まりました、もう発掘お宝大作戦ですね。これはね、マジでシンプルな方法なんだけど、過去に教えたクライアントとかがみんな結果出してる、この方法。そうなんですか。でまずね、このやり方、いつ気づいたのか、はい、でこれ実は気づいたきっかけがあって、昔、広告代理店の仕事やってたの、うん、まあ、今もやってるんだけど、まあ、昔、まだね、一時期サラリーマンの時あったから、1年半だけ。龍先生が。そう、実はね、こう見えてもサラリーマン経験者なんですよ。ね、最初から経営者だったわけじゃないんですけども、まあ、サラリーマンの時に、まあ、広告代理店でやっていてね、で広告代理店で広告を売るのが仕事でしょ、はい、そうなった時にそもそもその広告元ってどうやって仕入れるのっていう話があったの。まあ、今はさ Google とかさ、うん、まあいろいろあるじゃん、まあ、リスティング広告とかメタ広告とか YouTube とかいろんな広告があるから、まあ、仕入れるっていう概念よりも運用っていう方が多いと。ただ昔はですね、全然そういったね、まあ、Google の広告の運用とかもなかった時代、まあ、どこかのサイトとかの広告を売るっていうのが多かったの、うん、でなんて言ったら、そもそもその広告を載せられるサイト、まあメディアとかサイト、ポータルサイトもいろいろあるんだけども、それを発掘しなければいけないっていうことがあったのか。まあその時に使っていた手法を今日皆さんは知っていただくことによって、大きく売り上げにつながります。じゃあ具体的なステップいきますね。まず、もうすっごいシンプルな戦略なんだけども、世の中でアクセスが集まってんだけども、まだ広告とかがあまり載ってないサイトっていうのは意外とあるのね。そうなんです。ポータルサイト、あと個人のブログとかそうでしょ。広告があまり載ってないようなポータルサイトとか、まあ、ブログとか、まあ、何か探してるの、何でもいいんだけど、うん、まあ、ちなみに広告が載っていても可能性はあるから、今から言う方法ってのはまずリストアップしてほしい。広告を載せられるチャンスがあるんじゃないのかなっていうサイトをピックアップするっていうのが重要なの。じゃあピックアップしました、ね。まあ、ちなみにピックアップするときっていうのは自分たちと商品の相性がいいサイトを探すの。例えばダイエット商品を販売したいんだったら、当然ながらダイエット系のポータルサイトだったりとかね。最近のあった実例で言うと、カバン屋さんがあって、はい、カバン結構お高いカバンなの、まあ、なかなかいい材質のカバンで高級なカバンを売ってるクライアントから相談があったんだけども、そのカバンをふるさと納税とかを使うような人たちに売っていきたいと、はいはい、あるいはちょっと富裕層の人たちに売っていきたいってなってきたら、答えは簡単で、ふるさと納税のサイトであったりとか、あるいは富裕層向けのポータルサイトとか、まあ、いろんな今メディアも多いから、そういうのを探していきましょう。まあ、すでに広告が載ってる場合もあるけど、一旦無視して、まあ、全部ピックアップします。じゃあステップ2、何をするんですかっていうと、その見つけたサイトに対して問い合わせをするの。問い合わせ、そう、問い合わせでやることっていうのは一体何かっていうと、これね、めちゃくちゃ最強のワードがあるの、協業しませんかっていうワード。あ、一緒にやりましょうって、一緒にビジネスを何かやりませんか。まあ御社のホームページ、あるいはポータルサイト、ブログを見させていただきました。相手に対してね、何かメリットの提案ができるって話をするんだ、うん、まあ、経営者と協業することによって御社のポータルサイトの売り上げに非常に貢献ができそうですっていう、この協業っていうのがめっちゃ強い。そうすると、あ、何かうちにもお金が入りそうと思うんですよ、まあ、提案の仕方にもよるんだけども、はい、まあ、うちは協業できるだけの、例えばブランドがありますとか信用がありますとか、あるいは今までもこういう展開してきました、で、あるいはこういう商品とか販売してるんですけども、すでにクライアントがたくさんいて御社と協業するメリットは何かありますと。重要なのはこの問い合わせフォームで、協業というワードを使いながら興味付けをしていくのよ。向こうに興味を持ってもらって打ち合わせをするっていう状況まで持っていくことができれば、ほぼ勝ちゲームだ。でも大抵の場合は、まあ、協業しましょう、まあ、例えば本人君がホームページを持っていて、はい、まあ、本人ポータルサイトがあってね、はい、そこに私が連絡しますと、うん、本人君のサイト見ました、なんかドラゴンクエストのこといっぱい書いてますね、本人本人ベ本人って言ってます、はい、すごくいいサイトでしたと。そんなホイミン君にね、うちはね、そのドラゴンクエストに関係したグッズがあるんですよ。ね、アニメとかのグッズもいっぱい持っていて、おそらくホイミン君にすごく大きな売り上げを貢献できそうだから、ぜひ協業しませんか、興味があったら連絡をくださいっていうと、なんかちょっとお金の匂いがする。
しますね。なんか興味づきあるでしょ。はい、まあ、今すっごい省略して言ったんだけども、もうちょっと実際書くよ。書くんだけども、まあ、とにかく重要なのは興味づきをするってことだけ。じゃあ興味を持ってもらったら、じゃあその後何するのかで打ち合わせが始まります。じゃあ打ち合わせをやってね、まあ、いろいろ話をするんだけども、ここで重要なの、まあ、いろんなやり方ある。例えば広告費を払うから掲載してくださいっていう言い方もできるんだけども、今回のテーマはね、お金をかけずに集客をするですよね。じゃあどんな話をするの。答えは簡単なの。成果報酬で掲載してもらう、これが一番。コイミン君のサイトは非常に良かったです。コイミン君のですね、そのホームページやポータルサイトと非常に相性のいい商品を持っています。で、競合としてコイミン君のサイトとかね、掲載してもらったら結構お金渡せると思うんですよね、と。成果報酬ってなるとこっちのリスクないでしょ。確かに。で、コイミン君も、あ、なんか儲かりそうだって匂いがするんだったら、そこで成立。言い方を変えるとアフィリエイトと非常に近い発想なんだけど、一般的にはアフィリエイトと言われる手法と同じですよ。だけども協業っていうワードを使うことによって、成果報酬で、じゃあ実際やっていきましょうか、じゃあうちのホームページの全面にあなたの商品を出していきますってこともありえたりするんだよ。結構すごくない？すごいですね。これ掘るだけだから、ひたすら掘っていって、はい、でそれでアプローチをしていく。広告代理店の時はさ、もうどういう風にやるかというと、御社のサイトを見ましたと、そこに広告を掲載したいってお客さんがいますので、よかったらその打ち合わせさせてくださいとか、ね、うんうん、そんなアプローチ方法になるわけっていう風に媒体の発掘をどんどんしていったんだけど、まあ、今の時代はもうこれを単純にね、お金をかけないっていうんだったらば、成果報酬でって言うだけでいいから、別に広告代理店とかやってなくても関係ない。どんなアプローチをしていって、まあ、打ち合わせをして成果報酬で一緒にできたら幸いですってやってたら、どんどん成果報酬で掲載していけるサイトが増えていくでしょ、はい、これここんない、うんうん、問い合わせしていくだけでできる施策なんだから、なぜやらないのかよくわからない、うん、これはね、まあ、見てる皆さんもですね、予算が全然ないですっていうのが、まずこの協業っていうワードを絶対使った方がいいですよ。それでコラボレーションしていって増やしていくって発想ね、まあ、成果報酬でやっていくって発想。あ、でもルイス先生、なんかこう、うん、僕もお金を使わないって思いついたんですけども、そうやろ、こういう意味か。はい、何、自分の見込み客とかにアプローチするだけでこう売り上げが上がるんじゃないですか。おお、まあ、素晴らしい発想だ。素晴らしいっていうか普通のこと言ってるけどね、今までの過去の動画でも言ってる。でもあの、まさに今言った話っていうのはこれから言おうとした話でもつながってくるから、まあ、ちょっとね順番入れ替わるけど、じゃあホイミングの言った質問に回答しようか。はいはい、ってことで3番目の答えです。3番目、まあ、ここまでねゲリラマーケティングの話がして、ここでワンワン大作戦ね、お宝発掘大作戦があったけども、3つ目はですね、見込み客リピートっていう手法を使って集客する方法は。見込み客リピートですか。そう、コミント結構いい線いってるね、うん、まずこの見込み客リピートの話の前に、ビジネスっていうものは基本的にリストを集めて教育をして商品を売っていく、これが原則なの。まあダイレクトレスポンスマーケティングって言われてる分野ですね。まあ、とにかく何か、ね、商品売りたかったらば、興味がある人のね、例えば化粧品だったらサンプルを渡して、まずメールアドレスに登録してもらう。メールアドレスに登録をしてくれた人たちに対してメールマガジンとか送ってね、自分たちの本命商品っていうものを売っていく。まあこれは当たり前の流れだよね、うん、なんだけど、まあこれよく聞く話、まあこの見込み客を集めましょう、商品を売ってきましょうってことはよく聞くんだけども、これしか知らない人、見込み客を集めて教育をして売っていくという流れしか知らない人はめちゃくちゃ損をしている。損してる、だいぶ損してるね。この人たちの考え方っていうのはもう分かるんだよ。とにかくいろんな媒体を使って見込み客のリスト集めましょう、 LINE を集めましょう、メールアドレスを集めましょう、集まったお客さんに対して教育をして商品を売っていけばいいじゃん。ただこれをやっていったら、どん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 集めたリストがすり減っていくの、うん、まあそれはね、集めます商品ガンガン売ります、集めます商品ガンガン売ります、だんだん集まらなくなってくるし、うん、集まったお客さんまた売り込みだよってなって嫌な気持ちになってくる。まあだんだん売れなくなってくるでしょ。はい、重要なこととして、もちろんリストを集めて教育して商品を売っていくってことも大切なんだけども、これを繰り返していくうちに、どん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 このね、リストを集めるのも難しくなってくるし、さらにはリストもすり減ってきて、だんだん商品も売れにくくなってきますよってことが起きます。はい。じゃあどうすればいいのか。いろんな解決方法はあるし、このチャンネルでもたびたび言ってたんだけども、重要なのはね、商品を売る流れではなくて、その手前。手前。見込み客をどれだけリピートさせてるのかってことが重要なの。普通だったらさ、リスト集めてさ、商品売ればいいってなるんだけども、はい、その前にこの見込み客、商品を買わなかった人たちを何度も何度も何度も買わなくてもいいから来てもらうっていう戦略を取らなきゃ。ほう、何を言ってんだと思ったの。なんか全だって商品買わないやつなんだ、集めどうすんのと思ったでしょ、はい、思いました。これがね、まあみんな分かってないね。
リストマーケッターとかウェブマーケティングとかやってるやつらはほとんどが見込み客から売って売れないお客さんはもうこんな客じゃないとか言いなさい、うん、そうじゃなくて商品を買ってくれなかったお客様もこれはいずれ自分の大切なお客様になったりクライアントになる可能性があるって発想しなきゃいけない、うん、この見込み客ね、商品買わなかったとしても別にいいよ。この人たちが何度もリピートしてくれたら、じゃあ具体的な例を言うけども、これね他のね動画でも言ったんだけども、あるね飲食店がやってる戦略として言うと、この飲食店っていうのは週に1回金曜日綿菓子を配る店頭で、ね、綿菓子コストも安いから綿菓子作りますと、綿菓子無料なのよ、ね、でこれがもうイベントになってる週1回、はい、そうするとあのお店ってただで綿菓子もらえるんだってみんな綿菓子食べたりさ、人たちがバーっと寄ってくるじゃん、はい、で別に飲食店なんかで、ね、入る人もいれば入らない人もいるでしょ、はいはいはい、だけどもずっとこれをやってると何が起きるかっていうと、ここで生まれるのがコミュニケーションなんですよ。コミュニケーション、あ、ホイミン君また来たの、先週も来たね、うちが綿菓子あるよどうぞみたいな、うん、ありがとうおばちゃん、綿菓子毎回毎回食べてるけど大丈夫とか言い出さなきゃ、ホイミン君は、あ、はいはいはい、ね、だんだん心配になってくるでしょ。ですね。毎回綿菓子ただでもらっていいの、いいのいいの、うちはもう綿菓子ただで配ってるイベントの日なんやから、で食べますと。でここでコミュニケーション生まれたら、今度おばちゃんお店行くねってならない？なりますね。その日は行かないかもしれないけど、ずっとやってったら、はい、コミュニケーションが生まれれば生まれてくるだけ、お客様見込み客だった人はいつかどこかでお店に行くよ、うん、別にこれお店じゃなかったとしてもそうなの。例えば私の場合だったらば、まあボイシーをやってます、 YouTube をやってます、で自分のコンテンツってね、まあ、基本的に例えばコンサル、まあ、コンサル今やってないんだけども、経営者向けのコミュニティがあるんだ。ただ審査制なので誰も入れるわけじゃなくて、年商もそこそこのね、年商がある人じゃないと入れないってなってくると、このチャンネルを見てる方のね、半分ぐらいの方っていうのはまだこれから起業したいとか、まだ年商がそんなに大きくないって方も見てると思うんですね。そういう人たちは私の、ね、例えばコンテンツ買いたいって言ってもなかなか買えないんですよ、状況的に言うと。でもいつかね、まあそういう人たちがこの YouTube チャンネルを見てくれたり、あとボイシーを聞いてくれて、そこで成長してくれて、まあ、ずっと関係値がつながってるんだったらば、どこかのタイミングで僕ついにリュウ先生のコミュニティ入れたんですって方が来るかもしれないよ。確かにそうですね。短期的に見たらさ、はっきり言ってさ、もう全部、ね、見てる人からお金をもらえばいいんだけども、でも中長期で見るっていう発想ってマーケッターにおいてはすごく重要だと思っていて、会社の成長って短期的なものじゃないんだよ。やっぱこう中長期を見て、じゃあ来年再来年とか見てる時にお客様との関係値をどれだけ良くしていくかってことを考えないと。ただ商品をね、まあ、リスト集めて売りたいって人たちっていうのは、もうとにかく売れればいいって発想だから、私はね、やっぱそう思わないんで、中長期の目線を考えると、今買ってくれなくても、いつか買ってくれるってお客様とのコミュニケーションはちゃんと取るべきじゃないって発想。で、そのために一番いいのは、この見込み額、今買わないお客様だけども、コミュニケーションが取れる状況を作るって発想なの。でも、コミュニケーションを取るような状況を作るときに何をやればいいんですかって、ね、質問してくるの。はい。一番簡単なのはプレゼントが、プレゼント、綿菓子、さっきの綿菓子もそうだし、うん、なんか配ってますってなったらみんな行くでしょ。はいはい、まあ、あるいは相談ごと無料で受けますでもいい、あ、これまでに特典じゃん、うん、無料でやりますと。なんで無料でやってくれるんですか、まあ、答えはコミュニケーション。コミュニケーションが取れるものであれば何でもよくて、でも一番簡単なのは無料でプレゼントをします、無料で相談乗りますといった無料で何かをやりますって話だから。とはいえですけども、これがね、たまにやってるでは意味がない。たまにやってると認知しないか。例えば分かりやすく言うと、じゃあコミュニケーションっていうのが重要だって話は今してるんだけども、例えばね、じゃあホイミン君が、はい、じゃあゲーム大会がありますと、はい、毎月1日はゲーム大会がありますみたいなのが決まってたら、はい、やっぱそのゲーム大会も毎月1日あるって分かったら行ったりするんでしょ。はいはいはい。人はこういったね、コミュニケーションを取るときに、そのコミュニケーションがいつ行われるかっていうのを知りたいんですよ。いつの間にか行われてましたとか、今回は何日にやります、来月は何日にやりますとか、もうわけわからんの。いつあるかわからないって状態だったら行かないでしょ。毎週金曜日は綿菓子が配られるっていう認識が広がってたら毎週金曜日に行くでしょ、うん、と同じように、この重要なのはプレゼントプラス定期性が重要なんですよ。定期性、まず定期的に決まった日にやっていますと。定期的に決まった日にプレゼントを渡してます、定期的に決まった時に何か情報を提供していますってことが重要なの。かつプラスアルファで大切なのが、なぜそれをやってるのかっていう理由も必要なの。あ、そうなんですか。例えばさっきの綿菓子をプレゼントします、はい、まあ、本音はね、コミュニケーションとっていつかうちのお店に来てくれたらいいな、これは本音。でも建前ってあるじゃん、ね、
みんな考えるわけ。なんでこの人綿菓子プレゼントしてるんだろう、うんうん、なった時に、この理由って何、ポイミンスに美味しい綿菓子を食べさせたいからとはならないわけだよ、はいはい、いやでもなんか裏あるんでしょってみんな思う、うん、そこで、すっごいやりやすいのがイベントという位置づけを作っておく。イベント毎週金曜日は綿菓子を配るイベントをやっています、うん、人ってイベントってワードがついた瞬間になぜか知らないけど、あ、イベントだからプレゼントもらえるの当たり前だっていう認識ない、なんか結構確かにあります。だからイベントだったらありえるよなと思ったりするじゃん、はい、イベントだったら普通かと思いますね。そうでしょ、はい、だからイベントとしてこういうものをやっています、渡す理由をイベントのせいにしてしまうと、結構人は、あ、イベントだからそういう配ってんだな、プレゼントしてるんだな、あ、そういう無料相談してるんだなって理解するわ、うん、まあ、理由はね別にイベントじゃなくてもいいけど、イベントは非常に使いやすいって話、まあ、というわけで、まあ、この見込み得リピートって手法は非常に使いやすいから、まあ、ぜひねやった方がいい。まあ、他の事例で言うとね、まあ、これも一風変わった事例で、まあ、過去にも動画で撮ったんだけども、経過ラーメンってラーメン屋さん、またラーメン屋もこの戦略やってる。経過ラーメン、経過ラーメンって熊本のラーメン屋さんなんだけども、この経過ラーメンってアプリがあるのよ。でアプリダウンロードして、そのアプリに毎日ログインをするだけで1ポイント増える。ログインするだけ、ログインするだけで、このポイントが貯まってたら、まあ、ラーメン1杯と交換してくれる。え、めっちゃいいじゃないですか。じゃあもうずっと毎日クリックするやつが、はい、でラーメン食べに行ったら、まあそこでねオプションで頼む人もいるし、まあ、次は普通に来ますわって形で来る人も出てくるわけだ。非常にやりやすい戦略だよ、うん、下手な広告とかかけるよりも、この今すぐ商品買わないんだけど見込み客で興味がある人たちを何回もリピートさせるって戦略をやる方が非常に効率的だと思わないって話。続いて4番目、はい、で今まで見込み客リピートの話をしてるでしょ、はい、同時にやった方がいいのが見込み客の整理。整理ですか。これもねやった方がいいね、うん、見込み客リピートも重要なんだけども、見込み客整理してそこから売り上げを作るって方法もやった方がいい。リスト集めましょうって言ってる人非常に多いんだけども、はい、このリストの扱い方を分かってない人が非常に多い。あとそもそも見込み客を整理してない経営者めっちゃ多いね、うん、まあ、過去に買ってくれたお客様もそうだし、はい、でまだ買うかもしれないとお客様もいるわけじゃん、はい、そういう人たちを分類するってことをまずやった方がいい。分類、それこそ買ってくれたお客様って話をするんだったらば、ね、有料顧客もいれば普通のお客様もいるわけでしょ、うん、まあ、これをまず分けるね。 VIP のお客様と普通のお客様を分けていく、はいはい、でかつめちゃくちゃポイント、これ超重要なポイントなんだけども、みんなねこのリストの扱い方がうまくない。もっと言い方を変えると、はい、リストに対してのお客様の情報をほとんど取ってないんだよ。例えば、はい、じゃあリストって聞くと何だと思う。なんかメールアドレスとか名前とかそういうことですかね。はい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 、まあ大体そうやってでしょ、はい、それで終わりでしょ、うん、はい、実際、はい、だけども結局メールアドレスにしても LINE にしてもその先には人がいるよね、当たり前なんだよ。そうですね、はい、じゃあその人のことをどこまで理解してるのかってことが重要なんだ。リストの整理っていうのは何ですかっていうと、まずさっき言ったみたいに有料顧客と通常顧客と分けていきます。まあこういうのも当たり前なんだけど、それ以外にお客様のクライアントの背景をどこまで知ってるか、ここをねまとめてほしいんだ。例えばリストマーケティングなんか一切知らないっていう人でも、ホイミン君のリストをね、はい、私が持ってるとして、うん、ホイミン君の趣味は何ですかって、ママ活ですとか、例えばホイミン君の人間関係はこういう人がいますと、友達はこんな人がいて、仕事は何やって無職ですとかね、あるいは金銭状況お金がないですとかありますとか、でそこまで知ってれば知ってるほどアプローチの仕方変わってくるでしょ。確かに変えられる。リストを集める人はいっぱいいるんだけども、そのリストに対して一辺倒のアプローチをしてる人って結構いるの、うん、そうじゃなくてそのお客様の背景を知れば知るほど売れる確率が上がってくるんだよ。逆にリストマーケなんか分かりませんっていう、例えば地方とかで小さなお店をやってますっていう人でも、もうすっごいコミュニケーションを取って相手のことをよく知ってますって社長の方が商品売れたりするでしょ。確かにそうですね。というふうに一回これも皆さんにやっていただきたいのが、そのお客様の背景を聞くっていう、しかもこれアンケートで取れるから、ね、シンプルにどんな趣味がありますかとか、じゃあ例えば趣味別で分けていくとかね、金銭状況で分けていくとか、どんな仕事をやってるのかで分けていくかっていうふうに、リストの整理をして適切なアプローチをするだけで集客売上って上がっていくから、まずこの辺やるのっていうのが王道だよ。いや、劉先生、はいはい、リストのことはなんとなく分かってきたんですけど、うん、もうなんかこうバコーンと売り上げ上げたい。バコーン、はい、バコーン、はい、もうグーンと勢いよく上げたいんですよ。もうすごいな、グーンとかバコーンとかさ、なんか擬音使われてるけど、あ、まあ、バコーンとグーンとリストも使わずに売り上げ上げたい。そうです、僕リスト持ってないですし。ああ、まあそういうことね、はい、じゃあそうすると次じゃあ5番目だね。5番目、
リストもありません、見込み額もいません、そんなことやったこともありません、そんなねリストの整理なんかできませんでした。じゃあどうするのかっていうと、これは過去の動画でも言ってるんだけども JV でしょうね。 JV ジョイントベンチャー、つまり誰かと一緒にビジネスをやる、まあ、さっき協業って話があったじゃん。はい、協業ってすごい強いワードなんですね。まあ、さっきも言ったんだけども、協業しませんか、 JV しませんか、一緒にコラボレーションしませんかっていうことを提案するのはまあすごい王道。これ過去にも動画があるんでぜひとも見ていただきたいんですけども、実際にですね私の知り合いで高田さんっていうね男性の方がいるんですよ。高田さんすごいよ、何もできないもん。マーケティングも分からなければ、はい、まあ、なんだったらちょっと ADHD で、もうやりたいことはやります、でもマネージメントもしません、ビジネスも適当です、もう何もかもやりたくないみたいな、社会不適合者じゃないですか。もう一言で言うと、いや本人と同じタイプだけども、この方何がすごいかって8000人のイベントを開催したんですよ。どういうことですか。お金もなくてリストもないのに8000人集まる。どういうことですか。すごいでしょ。はい、でやったのは何ですかって話をすると、この人がやったのは企画書を書いて飲んだだけいや本当になので、この JV とかコラボレーションって普通の人たちはできないと思うんだけども、この人たちに言いたいのは企画書を書けってよく言う。企画書、結局その企画書とか企画って何ですかと、まあ、企画書の書き方に関しては Google でググってもらえばね、今だったら、まあ、AI とかでも作ってくれるんで、まあ、企画書の書き方とか作り方とかはネットに持ってるんでしょうと。大切なのは企画書の中に書く中身なのよ、うん、これ非常にシンプルで、大手とかリストも持ってるところにアプローチをする、うん、一個人が、はい、一個人の起業家でも全然いいよ、一個人がアプローチをするんだけども、相手が大手でも結局まず前提として企画書を読むのは誰かというと一般の社員なのよ、ほうほとんどが、ほうほう、まあ、広報部かもしれないし、まあ、分からないけども、まあ、普通の一般の社員だ。でそこに対して、じゃあ企画書って何やるんですか、一言で言うと相手にメリットがあるようなアイディアを出したり、うん、ビジネスとかマーケティングの面白いところっていうのはやってみないと分からないんですよ、はいはいはい、だからアイディア出すんで無料でしょ、うん、こんなアイディアやったら本人君の本人者も儲かるんじゃないですか、うちはこんな商品があって、本人者はいっぱいリストがありますと。そこで一緒にやったらお互い大きなメリットがあるんじゃないのか、しかもこれは今までになり斬新性のある企画です、斬新性のあるアイディアですって話をできるかと。企画でね大手が動きやすいのはやっぱまあいろんなメリットとかもちろん言わなきゃいけないんだけども、一番やっぱ目新しさ感っていうのはかなり響く。目新しさ、今までやったことがあるような内容とか、まあもちろんそれもいいんだけども、やっぱりこれって面白いよね、ワクワクするよね、目新しいよね、しかもなんか自分たちも儲かりそうだしメリットがありそうだっていうようなアイディアを入れられるかどうかがポイント。ゼロベースでもまず本当に予算がないよとか、あるいは他の人たちのリストを使って一気に売り上げ上げたいって言うんだったら、まず企画書を書けっていう話をするよ、ね、シンプルだけどめちゃくちゃ効果的な。そして続いて6番目、はい、ね、まあついに後半に入ってきましたけども、6番目はですね、お金をかけたり集める方法として、まあ今の時代はもしかすると一番強烈かもしれない、お正直言えば、はい、何かというと評判で集めて評判で売るというレピテーションマーケティングって手法なの。評判で売るですか。評判で集め評判で売るレピテーションマーケティング、どういうことかというと、まずね今この世の中って今どうなってるかというと、すごいレビューとかお客様の声とか評判っていうのはみんな見るわけじゃん。はい、見ます。めちゃめちゃ見てるでしょ、はい、今の時代っていうのは。じゃあこの評判っていうものを作ってしまおうっていうね、まず一番最初冒頭でも言ったキャンペーンでもまずお客様の声とかレビューをもらいましょうって話があったと思うんですけども、はい、全く同じ。これ評判っていうものを集めれば集めるほど売れる確率が上がっていくんだけども、この評判を最初からコントロールしましょうっていう話だ。コントロールができるんです。実際やってる企業多い。へー、例えばよくあるのが、はい、あるコンサルタントのサービスね、経営コンサルティングをするとコンサル受けてる会社は赤字率が 0% なんですと、うん、一社も赤字になっていませんとか、例えばうちの、ね、健康系のダイエットのサービスがあるんだけども、このダイエットの成功率は 100% なんですっていうことが歌われたりするんだよね、うん、でも普通に考えたらさ、で自分もアドバイスとかする立場だから分かるけども、全ての企業がうまくいくとは思えないんだよ、うん、だけどもその企業は赤字率が 0% 全部黒字で増収増益をしまくってる会社しかいないとか、まあそう歌ってるようなところとかあったりするよね。でなぜそれが起きてるのか、まあもしこういう成功率がすごい高いっていうお客様しかいなかった、はい、そういうお客様の方しかなかったら本人どう？いやそれだったら興味めちゃめちゃあります。そうでしょ、だってすごい成功確率が高いし、はい、実績もどんどん出てきてるってなってきたら、いやすげえじゃんなる。はい、
で、これじゃあどういうからくりでみんなうまくいってるのかっていう結論から言うと、最初からお客様を選出してるの。選んでるってことですか？選んでる。この最初からいいレビューを書いてくれそうなお客様だけを選んで顧客にしていくと、おのずと成功確率上がるじゃん。確かに。例えばダイエットって考えても、はい、じゃあ、ね、ダイエットでも努力をする人と何もしたくない人とかいますと、はい、で当然ながら努力をする人ばかり集めた方がダイエットの確率上がるよね。もうそうですね。例えば経営コンサルティングをするんだったらば、最初から黒字で最初から増収増益をやってる企業だけ集めたらどう？もうそれは増益しそうです。だ最初からうまくいってる企業だけを選出してたら、はい、それはもちろんながら優秀な経営者も多くて、はい、成功確率高いよね、はい、というふうに最初からいい評判になるお客様だけを集めて、つまり選出しておくと。そのお客様を最初に商品提供、サービス提供して、お客様の声をもらったら、いいお客様の声がめちゃくちゃ集まる。いい評判が集まるじゃん。その評判をもとに集客とかをしていくと、さらにどんどんお客様がやっていくよね。これがレピテーションマーケティングと言われるもの。まあ、ちなみにこういったレピテーションマーケティングするときに、まあ最初にさ、いいお客様が集まってくるわけじゃん。はい。で、こういったいいレビューも集まるでしょ。はい。その時に仕掛けるのがオーディションマーケティングなんだよ。オーディションマーケティングですか？まあオーディションマーケティングっていうのは簡単に言えば、このいいお客様たちが集まって、このお客様たちにレビューをとにかく書いてもらうことによって、どんどん拡散していく方法なんだけど、これね、もう過去に動画で撮ってるから、もうこの今のレビューをさらに倍増させるっていうマーケティングなんだけども、はい。まあ、興味がある方はですね、こちらも概要欄に貼ってますんで、今日概要欄に貼るもの多いな。うん、ちょっと今まで集大成みたいな感じかな。うん。ということで、興味がある方はね、過去からね、このオーディションマーケティング調べてみてください。今の一人のお客様の声を拡散させていくってマーケティングはね、非常に使いやすいけどね。うん。そして最後が7番目の口コミ戦略、紹介マーケティングって話の、リファラルマーケティングですね。紹介マーケティングはまあ別名リファラルマーケティング。ちなみにこれも動画で撮ってるから、まあ正直、詳しく解説見たい方は、これも概要欄貼っとこうか。だんだんね、最後雑になるっていう。ただまあ、本当に口コミ戦略って基本なんだけど、すごい効果的なんだよね。口コミマーケティングのコツに関しては、まあ何度もこの動画でも言ってるんだけども、まあここではポイントと実際の実例だけあげようか。はい。まあ、ポイントとしては、まあ、基本的には、まあ、よくさ、みんな無料サービスとかさ、まあ、紹介してくれたらプレゼントあげますとか、うん、まあ、例えばそれこそスポーツジムとかだったらば1ヶ月間無料とかってやるでしょ、はい、重要なのは紹介した側もされた側もどちらもメリットがある必要が、これ結構重要だよね、うん、なぜかというと、じゃあ例えば、はい、本人がいろんな人を紹介します、うん、お金をくれるから紹介しますってなった時に、あいつが紹介してるのってお金のためでしょって思われたら嫌でしょ。確かに紹介される側もそれを感じちゃう、うん、まあ、例えば皆さんからの紹介だったらメリットがあるっていうふうに思われれば、例えば本人から紹介だったらばこのジムがね3ヶ月間無料でできるってなったら紹介される側も嬉しいよね、うんうん、というふうに紹介する側もメリットがあるんだけど、紹介された側もメリットがあるかどうかっていうのがまあ一番大きい。まあ実際の実例としては結構あるんだよね。まあよくあるのが割引クーポン券、まあ、これよくあるでしょ。あ、はいはいはい。実際家族とか友人を紹介すると、まあ、その友人や家族だけじゃなくて紹介したクライアントも自分自身も割引クーポンがもらえるとかね、うん、まあ、友人を紹介してくれたら次回の購入 10% オフみたいなプロモーションもそうだし、まあ他のパターンとしては、じゃあ2つ目が紹介されるごとにポイントを付与するシステム、まあ、ポイント制ってやつ、これもよく見かけるよね。で3つ目はね、意外とやってないんだけど効果的なやつ、はい、まあ、紹介したお客様を特別なイベントやセミナーに紹介するっていうか、限定イベントの紹介マーケティング、これ組み合わせるとめちゃくちゃ効果的。紹介じゃなかったらその場所に行けないってキャンペーンは特別感を喚起させるから、まあ、ブランドへの忠誠心を高めるのにめっちゃ使えるんです。あとは4つ目、これまで意外と使われてないんだけど、はい、リファラルマーケティング、紹介のマーケティングですごい効果的なのが、友達と一緒じゃなかったら受けられないってキャンペーン。あ、なるほど。これ自体に価値が上がるじゃん。はいはい。1人であったらこのプレゼント渡せないんですよとか、一人だったらこのサービス受けられないんですよ、だけど友達と一緒だったら受けられますっていうと、すごくこのブランド忠誠心上がりそうだよ。確かにそうです。で今みたいなその紹介マーケティングに掛け算してタイミングを考えたらさらにもっと反応がある。タイミングですか？まあ具体的に言うと、まあじゃあ例えばその紹介ができるタイミングが誕生日前後しか使えませんとか、うん、記念日しか使えませんってなると特別なオファーに感じない？感じます。スペシャルオファーに感じるよね。はい。ってなると反応がめちゃくちゃ上がっていくと。
というふうに紹介キャンペーンもね、いろんなやり方があるんだけども、まあ、この動画で解説するとプラス 1,2 時間になってしまうので、まあ、長くなって多分ね、皆さんもお腹いっぱいだと思いますから、まあ、詳しくね、この紹介キャンペーン、紹介マーケティング知りたい方はですね、概要欄の方からその紹介マーケティングについての詳細を書いてますので、そちらの方も見ていただければというふうに思います。というわけで今回はですね、無料でできる集客方法7選ということをですね、皆さんにお伝えしました。いかがだったでしょうか。まあ、いろんなね、使える項目があったんじゃないかなと思います。で、実際、まあ、今回のね、無料でできる集客マーケティングだけじゃなくてですね、実際マーケティングってすっごい奥深くて、学べば学ぶほど、なんか1個、今日の内容でも1個使っていただければ、売上とか集客力上がると思うんですね。で、それ以外にもですね、具体的なマーケティング戦略とか、もっと知りたい方向けのですね、マーケティング大百科というものを作っておきました。パチ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 ということでね、そちら、マーケティングのステップ1から100まで、0から1、1から100まで、どうやったら売上上がるのか、マーケティングとはそもそも一体何なのか、集客とは一体何なんだろうかってことが理解できるマーケティング大百科。これ以外にも様々なですね、マーケティングの実例や施策なんかをまとめたですね、特典をですね、今日皆さんにプレゼントしたいと思います。そちらは概要欄の方にあるマーケティング侍公式 LINE を登録していただければ、このような形で補助特典という形でですね、皆さんにプレゼントしてますんで、ここまで見てね、もっとマーケティング学びたいんだと思ってる方はですね、ぜひ概要欄からマーケティング侍公式 LINE に登録をしておいてください。というわけで、今回はですね、無料で集客ができる方法7選ということで皆さんにお送りしました。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価、そしてシェアの方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、流星さん、今日もありがとうございました。いや、なんかこう、の無料でできる集客方法を聞いたらもう盲点だったところとか結構あって。まあ、そうだね、はい、本当にね、まあ、集客方法って細かいこと言うと結構あるんだけども、要はどっちかっていうと、そのキャンペーンとか、もっと全体的な流れとか、仕掛け方のを教えたって感じだよね。はい。なんかめちゃめちゃ面白かったんですけど、なんかもっとあるんじゃないですか。まだ続く。長いの結構撮ったよ、この動画。まだ続く。なんかもっと知りたいです。ああ、まあまあ、じゃあ例えば、他の集客方法で言うと、はい、路上からね、LINE リストを2週間で8000リスト集めた方法。何すかそれ。路上でね、LINE で、まあ、いい見込みのリスト、はい、今の時代さ、はい、この LINE を路上でお金をかけずに8000リスト集めた2週間。そんなことできるんですか。何やったかというと、ビラ配り。え、ちょっと待って、普通じゃないですか。普通だと思うでしょ、はい、違うんだな、これが。ビラ配りってさ、普通どんどんビラ配っていくんだ、はい、これね、反応悪いの、まあ、多分やってる人も多いと思う。ビラ配ったことありますみたいな、うん、ただビラ配ってもほとんど反応取れなくて、うん、すごく面白いのが、ビラを配るって言っても適当に渡してるんじゃなくて、はい、本当にその場で LINE 登録をしてくれる方のみに渡すって戦法がある。で、反応で言うと、ビラを見てた人の 60% ぐらいの方がその場で LINE 登録してる。半分以上ですよ。そう。だからビラもたくさんいらない。まあ、じゃあどうやって配るかって話だけど、普通だったらさ、ビラ配った時に、はい、例えば、ビラ取ってくれた人たちに対して何しよう。ありがとうございます。あ、もう全然ダメ。え、ダメなんですか。そう、ビラを配って受け取ってありがとうございましたって、それってさ、言い方変えたらさ、ゴミを渡してさ、あ、受け取ってくれたありがとうっていう意味合いに近いじゃん。まあ確かに。で、ビラ配りがすごい上手い人って逆なんだよ。ビラ配って、え、いいんですか、このビラをもらってありがとうございましたと言われるか言われないか。逆に言われるんですね。言われる言われる。例えば分かりやすく言うと、まあ1000円を渡したらさ、なんか嬉しいじゃん。なんか怪しいけど、ビラと一緒に1000円札がくっついてました、渡されました、はい、ありがとうございますって言われるでしょ。言いますね。本来だったら、ビラ配りっていうのは、ゴミじゃなくて、いや、こんないいものをお前に渡してるんだから、というようなニュアンスに変える必要がある、うん、ちなみにね、これ、なんかいろいろ手法あるんだけど、これ語り出すとまた終わんないから、一個ね、本人君におすすめの本ある。まあ、これを見てる皆さんもおすすめの本ある。これはね、タイトルで言うと、売上1億、ビラ配りだけででっかく稼ぐ方法って本があるの。めっちゃ怪しいタイトルなんだけど。この本はね、ほんとおすすめ。全然売れてない本なんだけど、これやってる人が山田さんって女性の人で、もともともつ鍋屋さんが何かやってる人なの、はい。で、本当にビラ配りだけで売り上げ作ってる人なんですよ。うち、この本見て、で、山田さんにも会いに来て、どんな風に渡してるんですかって聞いて、まあ、それこそ短期アルバイターとかね、使って、それでどんどんビラ巻いていって、集客するって方法やってるよ。短期アルバイターでいいんですか。全然余裕。ビラ配りの仕方なんだよね。ただ解説すると多分終わんないから、まあ今度ゲストに呼んでもいいけどね。うん。
まあ、あのアマゾンとかでこの売り上げ1億ビラ配りなんででっかく稼ぐ方法ってあるから、まあよかったらね、まあ皆さんも見ていただければ。結構あのすっげえ単純な手法なんだけど、本当にマジでリストアップこれもう本当に盲点。いやー、じゃあ僕もビラ配って億万長者にもなりますか。